PJ タッカーこと、アンソニー・レオン・タッカー・ジュニアは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州、ローリー出身のプロバスケットボール選手。NBA のマイアミヒートに所属している。ポジションは主に、スモールフォワード。登録名の PJ は父親に、ポップジュニアと呼ばれていたことに由来する。テキサス大学でラマーカス・オルドリッチと共に3年間プレー。 した後2006年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。35位でトロントラプターズから指名されるも、ルーキーシーズンは14試合の出場に終わり、シーズン終了後に解雇された。その後2007年からユーロリーグなどでプレー各国のリーグで優勝を経験し、2011から12シーズンに所属した BBL のブローゼバスケッツでも優勝を経験した。 2012年7月にフェニックスサンズと2年契約を結び、念願の NBA 復帰。ディフェンス面で貢献し、2014年オフには3年1650万ドルで契約を延長した。2017年2月23日にフルスノトロントラプターズに移籍した。2017年7月1日にヒューストンドケッツと4年3200万ドルで契約した。 2017から18シーズンはスモールフォワードにトレバー・アリーザがいたためパワーフォワードでの出場が多くなった。プレーオフではカンファレンスファイナル第7戦までの全17試合で先発出場し平均33.5分で8.9得点6.5リバウンドと活躍した。2019年1月7日デンバーナゲッツ戦にて キャリアハイの7本のスリーポイントを沈め21得点を記録し125対113勝で勝利した。2021年3月19日に DJ オーバスティン、DJ ウィルソン、ドラフト指名権とのトレードでロディオンスクルークスと共にミルウォーキーバックスへ移籍した。バックスでは自身初と共にフランチャイズとして50年ぶりとなる優勝を成し遂げた。オフに FA となった。 2021年8月7日にマイアミヒートと2年1500万ドルで契約した。ありがとうございます。